はい、それでは、5分間の議論時間でございます。議論始めてください。よーい、スタート。おはようございます。おはようございます。あ、じゃあ、はい、今日言います。怖いから誰かと一緒に行きたくなる感じ。ああ。まあ、一人ではあんまりやりたくない感じはありますね、うん、確かに。そうですね。うんうんうん。やったことはあります？逆のやつがあるんですよ。逆のやつ？逆のやつがあるんです。逆がどこの話になるかによるな。あ、なるほど。どっちもあるんですけど、逆の方が好きなんですよ。うん、多分逆はあんまりやったことある人いないと思うけど。あー、なるほど。ちょっと理解した、はい、そういうことか。はい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 、はい、なるほどね。でもそれすごいですね、やったことあるの、うん、なかなかない体験でした、うん、あー、分かった。あー、よかった。どっちが味方なんだ。いや、一瞬どこのことを逆にするのかなと思って悩んで。あー、まあ確かにちょっと、いや、でもそっちの方が、でもノリノリさんの言ったその逆の方が、はい、男の子はやっぱりドキドキしますよね。そうなんですよ、そうなんですよ。じゃあそうですね、どうだろう。これはあれですか、普通に二人とも体験したことは全然普通にあるっていうことでいいですか？あ、僕まだないですね。あ、ないんですね。やってみたいなとは思いつつ、近場にないんですよね。ああ、そうなんですね。結構いろんなところにあるイメージでしたけど。探せばあるんじゃないですかね。やりたくないから意図的に。ああ。残り3分です。大好きだからな、こういう。あー、そうなんですか、うん、はい、でもなんか好きそうな感じはする、うん、そうですね。何聞いていけばいいんだろうな、これ。そう、聞き方がめちゃめちゃ難しい。対抗はなんとなく分かったんですけど、うんうんうん、対抗思いついてないの、まだ。あ、本当ですか。対抗はもうバッとさっきの2人の反応でなんとなく分かったんですけど、おお、どっちか、どっちが、あとは合わせてきてるかを読み取れればなんとなく。あ、僕ノリノリさん味方ですよ。めっちゃ味方です。あ、本当ですか。あ、私もノリノリさん味方ですよ。始まった時から味方ですよ。いや、そんなことない。俺の上げ足を取ろうと注意深く聞いてた気がするぞ。そんなことないです、そんなことないです。もう全部わかってるんで、ノリノリさん。いや、でも、ワンちゃん、ゆめみさんと味方でノリノリさんが的な可能性も全然ありますからね。全然あります。じゃあ、広範囲とか狭いとかいろいろあるじゃないですか。はい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 。どうしようかな。どうやって聞けばいいかな。じゃあ、お二人に聞きたいんですけど、広範囲の方が多いですか？広範囲っていうのはどういう範囲で言うかによりますけど、まあ、一般的に言うと狭いんじゃないかな。はい。狭い。なるほど。ゆりさんは？あれ、狭いのかな？狭い中でごちゃごちゃするイメージですね。残り1分間でーす。わかりました。いや、狭い。あ、狭いか。多分ニコルさんもな。そんなに狭くはない気がする。本当ですか？なんか、うん、めちゃめちゃ狭いわけではない。あ、まあまあまあ、そうですね。めちゃめちゃ狭いわけではない。対抗思いついてきたな。うん、対抗はもうこれで確定した気がする。ちょっとあ、マジですか？出てな、はい、どっちなんだ。わかんねえよ、これ。話進んでないもんな。これでもお二人とも対抗も浮かんでるってことは、その対抗のことも考慮してお話ししてるってことですよね。そうです、うん、それだったら私が味方の可能性も十分ありますよね。残り10秒。
怖いっていう単語がね引っかかってるんだよ。4、3、2、1。基本的に狭いとかあんま得意じゃないんですよ。はい、議論時間終了しました。皆さん投票してね。はい、はい。はい、票が集まりましたので開票してまいります。ゆめみさんの投票先のりのりさん、のりのりさんの投票先ゆめみさん。さあにむるさんの投票先、さあどっちに入れたのか。投票先ゆめみさん、ゆめみさん釣られてしまいました。はい、どうですかゆめみさんは、あの自分少数派かなとかちょっと思ったりはしますか。私少数派だと思います。多分でも対抗までは読めないです。なるほど、これ少数派だったらピンチですね。そうなんですよね。そうなんですね。さっきみたいにちょっとあのかっこよく当てるっていうわけにもちょっとなんかちょっと難しそうですね。そうなったら。そうなんですよね。じゃあ、 あの多数派であること、多数派でも負けですけどね。そうですね。そうなんですよね。そうだったら少数派の方がまだワンチャンっていう話ですよね。じゃあ、 あの少数派なことを祈りながらちょっとお題を、はい、教えてください。私に与えられたお題はお化け屋敷です。お化け屋敷の人いらっしゃらない様子です。というわけで、じゃあワンチャンありますね。ワンチャン、逆に逆にワンチャンできたと喜ぶ場面ですね。そう、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある。よし、それじゃあシンキングタイム1分間でございます。はい、早速考える時間に参りましょう。よーいスタート。はい、大して怖くなくて。いや怖かった。いや戦慄迷宮っていうところがあるんですけど、本当に怖くて。探せばある。ノリノリさんもまあまあある。はい。あとなんかやる側がどうとか。やる側はそうですよね。ノリノリさんはやる側をしたことがある。これの逆とか言ってましたね。あ、そうか。それの逆だから、やる方の逆っていう意味ではないかもしれない。あー。残り10秒。出そう、出そうっちゃ出そうだな。うん。我々は、我々が言ったので多分出せなくはないと。ゼロ。はい。シンキングタイム終了でございます。ゆめみさんいかがでしょう。もう答えは頭の中にちょっともう出てる感じですか。はい。はい、違う気がする。あ、でも、はい、まあ何にせよこうせっかくいただいたチャンスということで突きつけてみましょう。はい、では多数派のお題はゆめみさん何でしょうか。脱出ゲーム。脱出ゲームということで、これいかがでしょうのりのりさん。持ってるお題と比べて正解なのかな不正解なのかなの判断をお願いします。俺が決めていいですね。そうですね。ここはまあ決定権があるのか。正解ですね。おー、ありがとうございます。これは私がのりのりさんにもうちょっとこびってたら本当に正解になってたとかそういうあれではなく、リアル脱出ゲームっていうのが正解なんです。あー、なるほどなるほど。ほぼほぼ正解、ほぼほぼ正解ですね。あー、よかった。出る、おー、出るね。その2人で行くには引っかからずに、うん、怖いっていうところだけ引っかかったから。あー、見すぎた。当てるね。わかるんですよね。いや、当てるね、すごい。わかっちゃうんですよね。いや、すごい。嘘、これはすごい。よく当てた、本当にすっげえマジで。俺絶対無理だと思ったもん、あの GM やりながら。もう絶対当てられないと思う。うん。うわー、すごい。でも狭いかなっていうのでずっと悩んでました。狭いかなって。いくつかありますけど、なんか狭いとこ、そう、なんか電車乗り継いで見に行くとことか、うん、いろいろある。そうなんですね。
はい、いや全然知らなかった。で逆っていうのがその潜入ゲームっていうのがあるですよね。うん。へえ。当てたもんだ。当てちゃいましたね。なんか。すごいな、本当に。ありがとうございます。いやでも初めはジェットコースターかなと思ったんですよ。ああ、アトラクションつながりで。ああ、なるほど。でも逆がないと思って。うん。職員なんですか、職員。乗せたこととかないよ。乗せて走り回ってみたいな。すごいな。ちなみにゆめみさんって脱出ゲームはやったことありますか？いや、ないです、ないです。本当に。お化け屋敷もないですけどね。あら、本当なんですか？そうなんですよ。はい、怖すぎて、小学生ぐらいの時から避け続けてますね。あもうその時点から、今までずっと。なんか文化祭みたいなのあるじゃないですか。ある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 。ああいうのでもずっと避けてました。あれも絶対嫌、絶対嫌って言って。あれも NG ですね。 NG ですね。あー